身体が減るべきあらゆる活動は、それ身体が生まれた時に定められています、ってマハリシが言ってるんですね。皆さんがね、何十年か生きてきて、いろいろなことを経験してきてるでしょ。減るべきあらゆる活動ってね、それは皆さんがにゃーって生まれた時にもう決まってたんだよってマハリシ言ってるわけなんです。それらの活動を受容するとか拒否するとかは、あなたの選択権の範囲外にあります。まあエピクテートスの教えの言葉を借りると、それは皆さんにとって圏外だっていうことです。もし皆さんがこれから癌になって死ぬとしたら、それは皆さんの圏内でね、自由にできることではなく圏外なんだ。イーシュヴァラという脚本家がそう書いてるんだから、役者は変えらんないんですね。役者っていうのは脚本を喋ってその通り演技してるだけですから、ですから皆さんはある意味では脚本をね、イーシュヴァラが書いた脚本を演ずる役者なんですよ。役者だと思うよね、皆さん自分で。えらい役者だわ、だって。うん。それこそ大根も栽培するしね。えらい役者だね。うん、大したもんだね。あなたが持ちうる唯一の自由は、心を内に向けて自分意識を発見解消したそこにおいて活動を放棄することです。活動を放棄できる場が唯一あるんだね、ハートってね。秘密の花園ですよ、うん、あそこに行けばいいんですよ。行ったら何の義務もないんだから。無憂って言いますがね、無意とも言うけども、無憂、憂いね。皆さんの憂い、悲しむ時ありますでしょ。無憂、憂ってどんな意味ですか。ちょっと忘れちゃった。あ、消化って、消はね、だけど Z で、あの京都ハーバードのあれで書いてます。これは心じゃなかったね。無憂、憂、憂えるってね。こう書いて、こう書いて、こうでしたか。これもいるんでしたか、下のね。これいりませんよね。うん、無憂、阿消化。阿消化大王って聞いたことね。あれはね、無憂、憂いがない大王って意味ですよ。うん、消化って憂いですよ。消化って覚えて。消化って憂いだよ。うん。あ、消化って覚えておいて。憂い。あ、消化っていうのは、あはないって意味ですね。うん。無憂。無憂大王。皆さん、無憂女王になってください。無憂クイーンに。キングじゃなくね。だから、無憂の場。無意の場が一箇所だけハートとしてあるんですよ。それは外に探しに行ってもないっていうことなんですよ。で、バーバーハリダーサの方に図が書いてあったって言ったでしょ。構いません。どっちでも一緒です。これはスペイン語のだから。英語とスペイン語、僕どっちも買ってる。それでね、こういうチャクラムがあって、皆さんの方から見るとね、ここが眉間ですね。ここ眉間で、ここからマハーナーディっていうのがあって、それでアーギニャチャクラね。アーギニャチャクラはスシュムナーの一つの重要通過点ですね。サハスララとかで見せると、で、ここから後ろに行っているものと前を通って降りていくものとあって、後ろの方は正気体につながっているだけでね。で、このアーリニャチャクラから前面に行って、こうハートの方に降りていくナーディがあって、それをアムリタナーディって言うんですよ。それだけがハートへの通路なんです。
秘密の通路っていうのは秘密の花園内ですね。でもそう、降りていくためには降りていく場所を分からないといけないでしょ。で、アーギアチャクラの開発ってタントラでは言うんです。で、それはどうやってやるかっていうのは、僕何度も言ってきたように、アヌローマ・ビローマからマハーナ・ディシュ・ディエとかって、そういう行法で、そしてダーラナー拡速、ダーラナー拡速でキラキラ光ってくるわけなんですね。で、消化、人間で言うと消化体に関係あるところなんですが、この消化体っていうのは、こう、赤ちゃんの時にはね、こう、サラサラって降ったら揺れるような砂の粒みたいなものでできてるんです。ところが、二十歳ぐらいではだいたい漆喰みたいに固まるんですよ。サラサラって揺れないので反応しなくなるわけ。赤ちゃんの時にはね、外界と自分の区別がないほどサラサラって外と共鳴してるので、うんちでも何でもね、自分のものだと思って口に入れてる、うん、だからそれが固まってくるんだけども、その瞑想によってね、あるいは祈りとか修行、宗教的な行法によって、それを再びサラサラにできるんです。でそれがアーギアチャクラ一つの目の開発って言われているんですね。で、それが照明の役割を果たすので、で、もっと奥深いハート、第八色を照らしていって降りていけば、ここだなってわかるわけ。それがね、ここに書いてある。あなたが持ちうる唯一の自由は心を内に向けって言ったのは、タントラ的に言うと、具体的に言うと、今ちょっと説明したようなことなんですが、幽体解剖学知らないとそれはなかなかわからない。で、自分意識を発見解消したそこ、ハートにおいて活動、ハートにつながっている通り道をアムリタナーリって言います。アートマナーディとかも、これはマハルシがそのように説明してます。で、マハルシが発明した言葉じゃなく、そういうことが書いてある経典がある。あ、ん、り、た。なーディ。ちょっと普通の表記で書いておきます。あ、むりた、なーディ。あ、ムリタで節っていう意味です。節。あがふ。ムリタ、これはし。ナーディはこの場合は通路、通り道とかね、パッセージっていう意味ですね。あ、ムリタ、ナーディ。節のハートへ行く通路っていう意味ですね。それがたった一つだけ、たった一本だけあるわけ。たった一つだけ。で、そこに行ってしまえば、マハルシみたいにね、無為、無有のマスターになるわけね。サツになるわけ。サツそのもの、真実在そのものになるわけね。で、そこに降りていくところに実家の雲があって、それが皆さんの運命を決めているのでね、脚本が、スクリプトですよ。ソース。うん。それが決めているので、だって、ハイパーカードでもね、クリックしたら、次のカードに行ったりするのは、Go to next card って書いてあるからです。クリックしたからね、次に移るんじゃない。クリックしたその背後にね、Go to next card とか Go to previous とか書いてあるからそう行くんです。だから皆さんの第八式というスクリプトの置き場、ソースの書かれているところにね、もうすでに書かれているものがあるんです。その通り皆さん生きてるだけなんだよ。ただそれ見えないでしょ。そのアーギニアチャクラっていう懐中電灯ないもんですから。消えたまんま、霊的修行のお金払わないので、霊的関西電力が皆さんに電気送ってくれないわけ。うん、払わなきゃない。何を、霊的努力を、法政、さっき自分に対する法政でね、
払わないと切られるわけね。払い続けてね、完全に照明得られるまで、イルミネーション得られるまで努力しなきゃならない。それが権精進ということですよ。自分意識を発見した、発見解消した、そこにおいて活動を放棄するっていうのは、そこではもう活動が放棄されている。そこで初めて運命から自由になれるっていうことです。皆さんが束縛されているね、スクリプト。空っぽにできるっていうことです。スクリプトをキャンセルするとき、HTML でもね、ごちゃ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 ってたくさん書いてあるでしょ。皆さん書いたのでも、岩井さんが作ったのでもスクリプトごちゃごちゃ書いてあるんだよ。で、ここにね、ごちゃ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 って何十行とか、たくさん何百行とか書いてあるわけ。ところが、これの前にね、こう書いて一番終わりに、こう書くとね、このスクリプト一切無効にできるわけ。何にも働かなくなるわけ、これ。これが自分意識の発見と解消ですよ。スクリプト書いてあっても、こうやるとね、全く無効になるわけ。それが自分意識の発見と解消です。だからスクリプト書いてあるのは第8式なんだから、それが、を見るのが昨日ですか？肝心覚夢って書かなかった？肝心っていうことです。そしたら、無、夢から覚めるわけ。肝心覚夢。だから、そうしなさいってマハリシ一生懸命教えてくれてるんだけども、聞いてる方はさっぱりしないわけね。スクリプトを無効にするどころか、ますます書き足していったりしてね、実験のスクリプトね、あれこれ書いていくでしょ？このラマナマハルシの教えはエピクテートスの圏内の教えとの一脈通じます。選択権の範囲外、圏外ね、圏外っていうのはどういうことかって言ったら、自分の自由意志の選択権の範囲外だから放っておいたらいいんですよ。構わないでおいたらいいんですよ。に抵抗してもどうにもなりません。抵抗すればするほどね、糸玉がもつれるようなもんでね、ややこしくなるだけですよ。望んだとて叶いません。圏内における最高の権力の行使は自分意識の発見解消です。なぜなら上でラマナ・マハルシが言っているね、唯一あなたが持ちうる唯一の自由は心を内に向け、そこにおいて活動を放棄して無有無為になれるからですっていうことですね。その無有無為ね、完璧な無有無為をインド人たちはああなんだって言ったわけなんです。至福って言ったわけなんですね。表現が違うだけで一緒なんですよ。不幸が全くないって言ったらそれは完全に幸福なんですよ。言い方の違いだけでね。カミソリの刃を素足で渡るほどの難事であっても誰もが行使できる思考の権利です。もし努力すればっていうことですね。あるいはそういうことに憧れれば、努力の前にはね、必ず憧れっていうのがあるんですよ。例えばメジャーリーグで活躍しているイチローさんとか松井秀喜さんとかいるでしょ。そうするとこの辺の子供たちは松井一郎の話してますね、通りすがりでもねと憧れがある。そして練習する。暗くなるまで練習する。そして高校野球ぐらいでね、目つけられて、で、メジャーに行ったり、日本のプロ野球に入って、そこからメジャーに行ったりって。どんな世界であってもね、憧れ持ってなかったならね、一流に、まあ、なるわけはないんですね。憧れ。マハルシも下脱する前に非常に、ペリア・プラーナンっていう本を読んで、南インドの聖者たち、78人かなんかたちに畏敬の念を持ったっていうようなことを言っておられるでしょ。だから畏敬の念とか憧れとかなかったならね、その憧れの境地に達することはないわけなんですね。だから皆さんの重要な法制の前にね、活合心っていうものがないとダメなわけですね。
格納心の格は乾くって植えるっていう字でしょ。喉乾くて乾いてね、もうどうしようもない、とにかく水一滴でも欲しいっていうような気持ちね。それが格納心っていうことです。それが欲望になると渇望、欲望の方になるとまずいんですよね。これが青み見るっていうんですか、かつ脳の方に行けばいいけど、これが欲の方に行くとね、実験が増えるし、活動して修行すれば薄くなるしって、どっちの方向に行くかだけなんです。活って言ったって何に乾くのかでね。猫は鰹節ね、に対して出会って自分意識に向かわないからね。だから猫に鰹節のね、書くときにはその、かつ植えるって言ってもどちらの方向にかっていうことで、鰹節という県内、エイちゃんがこう思って、ね、背伸びして猫がこう吐露してももっと高く上げてってやって届かないでしょ。そうすると鰹節は猫にとっては県外で、エリちゃんの県内にあるわけさ。ね。もっと猫は取れないわけね。僕らもなんか外に求めたら、誰かがその対象を持ってて、僕らがジャンプしても取れないような県外のことなんですよ、ほとんどのことは。皆さんがこれからミスワールドに出るって言ったって、ほら県外のことでしょ？うん。県内のことに向かって逆の方向に行けばいいっていうだけですね。でも家に向かうと考え事がぐるぐる回って目が回るんですって、そういうことですか？やっぱり外の方がいいんですってね。それで畑に行くとほっとするでしょ。息の観察、三呼吸の観察やると頭がぐるぐる回るんですだって。まあそんなところでしょう、おそらくね。なんかご質問ありますか、ここ。アムリタナーディっていうのはマハルシも言及してますので、アージニアシャカルからサハスラーラという方に向かうんじゃなく、アナーハタナーディじゃなく、あの正規体のアナーハタじゃなく、フリダヤというハートね、心臓の方に向かうというですね。その方法を皆さんが知らないだけどね。で、用語合わせてて、あれこれ修行はやってきたんだけど、皆さんが全然やんないので、そうならないだけです。例えばさっききゅうりの種差し上げたでしょ。うまく栽培できるかどうか、あと気象条件にもよるけれども、これは、あげてもね、ナメクジにやられたので種なくなったんですっていう人もいるしね。いや、僕が悪いんじゃないな。あげた僕が悪いんじゃない。なめくじが悪いんでもないし、栽培の仕方が悪いんですよ。なめくじにやられないようにポットに巻いてね、ある程度大きくして、それからね、畑に持っていったらね、全部何十粒なめくじにやられるってことないんだから。特別ご質問なければ、10分ぐらい休憩しましょうか。